11月6日に開催される千葉アクアラインマラソン2022。参加予定の皆さんも練習に力が入っていることでしょう。木更津市ではそんなランナーの代表として市民より PR ランナー2名を選出し、2人を応援するチーム木更津を結成しました。初めてフルマラソンに挑戦する2人が厳しいプロのトレーナーのもと悪戦苦闘の日々をお届けするドキュメンタリー、ロードトゥアクアラインマラソン2022。さあこれを見てあなたも未来へ走り出そう。走れランニングマン。今日の練習会は雨のためにアクアカズサのプールで行うことに。早速和田さんがやってきましたよ。こんにちは。和田さん、自主トレは進んでますか？進んでますね。はい。今日は海に来ています。館山で生まれたので海に来るととても気持ちがリラックスします。今日教えてもらったウォーキングやランニングを練習しています。海が大好きな和田さん、海での自主トレ頑張ってますね。三枝さんもやってきましたよ。プール楽しみです。はい、頑張って泳ぎます。泳がないです。あ、泳がないそうです。泳がないです。プールに来て泳がない。今日は一体どんな練習になるんでしょうか。こんな器具をつけるように言われた二人、三枝さん、これなんだかわかりますか？あの水圧であれじゃないですか、なんかきつくするんじゃないんですか、歩きにくくする的な。抵抗、抵抗、そうです、お水の抵抗をね、得ながら体を動かしていきます。こちらはハイドロトーンという水中専用のトレーニング器具、陸のおよそ3倍の負荷がかかるそうです。今日はこれを使って柔軟性、筋力、持久力アップのトレーニング。それではトレーニングスタート。ゆっくり歩いてみてください。でお腹に力入れないと足前に出ないんで、お腹に力入れて、そうすごいですよね。マラソンとか、まあ、どの競技もそうなんですけども、一歩の歩幅が全然変わってくるので楽に、まあ、あの体が動くようになるっていうのと、あとしっかり体幹が使えるようになるためのトレーニングっていう感じですかね。あとまだ、長距離走る練習ではないんですけども、45分間はしっかりあの心拍数を上げて運動し続けるっていうトレーニングになります。1、2、1、2、頑張って、1、2、7、それ6、はい、5、はい、4、はい。それにしても楽しそうな半田コーチ、だんだん体を動かすテンポが速くなっていき、 PR ランナーのお二人はきつそうですよ。8、はい、はい。容赦なく厳しい半田コーチの声が響きます。練習会5回目にしてついに鬼コーチが本性を表したか。はい、蹴り伸びる、引き寄せて、さあそのまま頑張っていってみましょう。ラスト5、はい、4、はい。最後は器具を外してプールを一周です。三枝さん、器具が外れた感じどうですか？めちゃくちゃ軽いです。すごい。はい、じゃあ今日のトレーニングは終了です。お疲れ様でした。45分間動きました。三枝さんはですね、そうですね、一生懸命結構私の言葉一つ一つに耳を傾けてくださって丁寧に運動をされているような印象がありました。後半はしっかりとガシャガシャ動いてるあの和田さんにこう触発されてるじゃないですけども、こう男らしくガシガシと、ね、心拍数上げてトレーニングされてたので、で和田さんの方はもう今日は筋トレもやれるっていうことで最初からちょっと結構楽しみに来てくださってたみたいなので、もう前半からしっかりと体を動かすっていう形でバシャバシャと、動いて心拍数をしっかり上げてくれてましたね。はい、でやはりちょっと動いてるのを見ると足とかですね、少し柔軟性がもうちょっと欲しいなっていうところなので、まあ、今後ももし機会があればぜひこんなような、ね、トレーニングを取り入れてもらえたらなと思います。初めてのプールでのトレーニング、結構
思った以上にきつくてびっくりしました。はい、もう今全身の脂肪が燃えてる気がします。こういった器具を使って、なんか運動するの初めてなんですけど、結構きついなと思いました。でも楽しかったです。ありがとうございます。フルマラソンへの挑戦はまだまだ続きます。困難に立ち向かい、練習に励んで、ゴールへと突き進め、走れランニング。